新型コロナウイルスえっと前回もちょっと話をしたコビットナインティーンって言いますけどあのまああの80%の人はですねあの無症状か軽症なんですよねだからその最初こうこの病気は80%の人は軽症だということでちょっとこう皆さんがこう安心して大したことないっていうふうに思われたところがあるんですけどまあ問題はですね残りの20%なんですよね20%の人は あのもう入院が必要なほどどのひどい肺炎ですそのうちの4分の1要するにつまり全体の,です、ね、全体の5%の人は人工呼吸器管理が必要になるほどの重症ですねそしてなおかつこの重症人工呼吸器管理の方の半分の方は亡くなられるということになりますのであのしかもこれはあの高齢者やあの基礎疾患がある人が重症化すると言われていたんですけども最近はそうではなくて基礎疾患のない若い人でも あの亡くなられているあるいは重症例も出てきているので注意が必要です。そうですね。あの県内でもえっと感染者が出てきまして、ちょっとやっぱり身近に感じられるようになってきました。えっとまあ東京とかですね。あのその大都市圏では、まあ福岡県もそうなんですけど、あの集団発生して、えー、まあクラスターですね。それでまあその。 まあオーバーシュートまでは行っていないんですけどもかなりの数の方が毎日毎日出てきていますであちらの方はですねもうすでにそのあのベッドがですねもういっぱいになってきているし人工呼吸器ももう余裕がないという状態まで来ているんですよねあのまあそれに比べれば佐賀はまだそんな状況ではありません、えー、まあしかし今から もうそ,のそれほど長くない期間にですねあのそういう首都圏のような大都市のようなそういったことが佐賀県でもなる可能性はありますので、はい、非常に危機感を持っています。ならないに越したことはないんですけどやっぱりこうなることを想定してねあの準備をしなきゃいけませんですからまああのよく言われるこのまず3密ですねあの密閉密集密接ここを避けるということです。 でまあ、人中にはですねあの3つ揃わなければいいんだろうっていうふうに思っている方もいらっしゃるんですけどそんなことはありませんあの2つ揃ってもあのリスクは非常に高まると思うのでとにかく密閉空間ではなくってそういうところで人が集まらない、まあ、状態ある程度のこう距離が取れる状態でそして、まあ、その大声とか出さないとかですねあ,のあるいはこう触れ合わないというかですねそういった状況というのをあの常に心がけておくことそれとあの。 基本的なこうきちんとした手洗いと、それからあのまあマスクもですね。あの症状がない人も無症状でも人にうつす可能性がありますので、あの皆さんマスクをされておくということが大事ですね。こう新型コロナウイルス感染症すごくこう。危ない病気だからということで、もうすごい自粛ムードがありますね。で、今度自粛ムードで家に引きこもってしまっていて、あの体を動かさないので体が弱。る。 特にですね、あの高齢者の方はですね、あのフレイルというのが進行しますのであの1人でですね、あのお散歩をされたりですね、あるいはあのちょっとこう簡単な筋トレですねあの椅子に座ったり立ったりするこういうスクワットといいますけどこういうスクワットだったりあ,のあるいはこう壁に手をついていいので片足立ちとかあるいはそのかかとを上げたり下ろしたりするようなそういう簡単なです、ね、筋トレとかはされるようにした方がいいと思います。 まあ本当にあの新型コロナウイルス感染症例えば海外に行ったから帰ってきたあるいは帰ってきた人と接触したそしてこういう症状があの熱が7度5分以上が4日以上続いているという場合にはあの帰国者接触者相談センターという方に電話をされて。 えー、そしてまあ、そこでまたその指定感染症医療機関の外来の方に行ってくださいと言われればあの行っていただくしそうでなくてかかりつけ医に行ってくださいと言われた場合にはあのかかりつけ医の方にもですねまずこう電話をしてもらってあのこういう症状で行きたいんですけどということを尋ねてもらいたいと思いますあのでその準備をこちら側がしてあの他の一般の方とできるだけ接触しない形で診察をするということになりますそれとあのまあ、もう一つ大事なのは今までだったら多少 熱があっても、仕事に行くとか、あの遊びに行くっていうことがあったと思うんですけど。もうここをですね、もうちょっと熱があったら、あのもう休む。ということですね、これを徹底してもらうこともすごく大事です。新型コロナウイルス感染症ですね、あのすごく。なんていうんですかね、まあウイルスって見えませんから。あのもう、どこにいるかわからないということです,すごい不安ですね。あの過度に不安になる必要は全くありません。あの普通に。 その今言ったようにそのこの酸密を避けて手洗いとマスクさえされていればですね、もうあとはあのそんなに危険なことはないのであの一人であのお散歩されたりですねあの今ちょうどこう桜が咲いたりとかあの四季折々のですね季節を楽しむということはなさって構いませんあの人混みに行かないということだけ気をつけていただければ大丈夫と思います。風邪の症状や 37度5分以上の発熱強いだるさや息苦しさが4日以上続くなど新型コロナウイルスと思われる症状が出た場合は帰国者・接触者相談センター095422-2104までお問い合わせください。